こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣真由美です。ちょっと人が増えてきました。それでもあまりにも桜がすごすぎるので、ちょっとみんなと一緒に桜見たくって来ます。お散歩行きます。桜、ここね、京都府神岡市っていうところなんですけれども、桜見といてね。私マイク買いました。このスマホに、くっつけるマイクだから、ちっちゃい声でも多分音取れてると思います。とにかく綺麗でしょうこれね。じゃあちょっとこれ映します。もうこんな感じ、満開です。すごい満開。今年はコロナの感染拡大の防止のための自粛により、さまざまな地域でもうお花見禁止、外出自粛っていうことで、みんなすごく本当は桜見に行きたいのに行けなくって、もんもんしてる人多いと思うんですね。だから私、朝早く起きてやってまいりました。来てよかった、満開です。今日はとっても寒いです。風も吹いてます。髪の毛バサバサですけれども、朝、最低気温4度の最高気温10度なんで、だからこれでもこの間から雨降ってたからどうかなと思ったけども、今日最高ですね。音聞こえますか？七谷川っていうのは川なので、そしてなんかあの滝のようなような、すごい川の流れが勢いがいいので、ここ見える？すごい音も聞こえますね。昔はここバーベキューとかみんなよくしていたけど、今はもう禁止になっちゃったのでできません。あとここはね、今日はこれいつまでか分かりませんけど、とりあえず駐車場代は今500円で10時から6時まで止められます。私も一人でやってまいりました。朝ごはんも食べず、コンビニでサンドイッチを買ってきてます。これ見ますか？ドアップの桜、うわ綺麗。もう本当に満開です。もう今年行けなかった方のために代表して桜見に来てるつもりなので、はい、まあ、こんな感じです。ぜひ来年はみんな桜また見に行きましょうね。はい、それでは最後に松宮局のこちら、はい、松宮局のチャンネルでは、今日はこんな初めての企画の特別の、あの桜のご紹介になりましたけれども、普段は女性に優しい漢方薬のお話や、あとすぐに役立つ健康情報などとっても簡単に分かりやすく配信しています。毎日午後6時45分に配信しています。ぜひいいねって思ってもらったいいねボタン押してください。あと松宮局のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。バイバイ。